ずっとこれを隠しててメンバーにも言ってなかったんですよ。え、広いがとか変な嘘ついてました。そこまでして隠してました。しれっと違う方を選びます。あ、しれっと、はい、何も言わず一人でいる時だったら確かにこれ食べたいって決めたら食べるけど、知らないとか言ってよくなんか嘘つくこともたまにあります。食べ過ぎちゃうで一時期食べていい量入れてもらってそれを普及してもらうみたいな。夜間とアイドル、どうもスターダストの給湯室育ち夜間くん2号機でございます。本日のゲストさんをお呼びいたしましょう。こちらのアイドルさんです。どうもアメフラッシュの鈴木萌香です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アメフラッシュさん、はい、いやこの夏も大忙しだったと思いますけども、はい、はい、なんとマレーシアに行ってたんですよね。あ、そうなんですよ、はい、海外マレーシアに行かせてもらって、でも今年でもう海外は3回ぐらい、3回ぐらい結構行かせてもらってて、はい、今まで海外行く経験がなかったのでなんかいろんな経験させてもらってすごく楽しかったですね、うん、マレーシアは初めてでした？初めて行きました。でもすごいなんだろう、本当やっぱ全然国によって違うので、なんか料理とかもそうだし、なんかいろんな面ですごく楽しめました、うん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 、私また他の国も行きたいっていう気持ちがよりなんか芽生えました。こう現地のファンの方のこうノリってちょっと日本と違ったりするんですかね？あ、違いますね。それも国によっても結構違くて、めっちゃでもやっぱ撮影がもうなんて言うんですかね、日本とかだと OK とかダメですよっていうのが結構決まってるんですけど、海外だと全然決まってないので、みんななんかビデオ撮りながらめっちゃ乗ってくれてたりとか、すごい楽しい雰囲気でした。そういった文化の違いもね、はい、あるわけですね。そうなんです。はいはい。そして、日本では、ね、東京アイドルフェスティバルとかアットジャムエキスポも、ね、はい、大型のフェスもありましたけども、はい、どうでしたか今年のフェスは？すごい楽しかったし、なんか一個一個のフェスに向けてちゃんとリハをして、なんかここのステージだったらこういう見せ方にした方がなんかファンの人が喜んでくれるんじゃないかなとか言ってみんなで考えながら、なんかアットジャムとかはストロベリーステージっていう一番大きいステージに立たせてもらって、なんかセンターステージとかもあったのでそこから始まるとか、なんかいろんなステージの使い方したりして、なんか夏のフェスも楽しめました。一方どうですか、プライベートでは夏らしいことって何かされましたか？なんだろう、でもなんか本当はバーベキューとかそういうのしたかったんですけど、やっぱ今年も全然できなくて、でもメンバーの花とディズニーに行きました。でもそれがすごい一番夏らしいかなって、なんか一緒にお揃いの格好着て夏にディズニー行けてよかったなって。でも相変わらずちょっと友達私少ないってよくみんなに言ってるんですけど、やっぱメンバーと過ごすんだなっていう風には自分でも思いましたけど、すごい楽しかったです。なるほど。こう2人で乗ってこう盛り上がった乗り物とかあるんですか？でも乗り物っていうよりは並んでる時が一番盛り上がってて、ほんともう何を話してるんだろうっていうぐらいくだらないことを話したりとか、なんか人間観察して2人でめっちゃ楽しんでたりしてます。なるほど。めっちゃ並んでる時間が一番楽しかったです。プライベートでももうナイスコンビということで。そうですね。なるほどなるほど。知らないとか言ってよくなんか嘘つくことはたまにあります。この番組はヤフさん、さだあきさん、ももかおりさん、ふうじさん、もひさんの提供でお送りしました。いつもありがとうございます。また会おうねー。